今回は伏見城の戦いですね。マジだった。あ、やってきまーす。ん、豊臣秀吉がボス、ん、これ初めてかな。関ヶ原かな、違うか。あ、これ専用ムービーか。緊張っすね。世が変わるな。死ぬかもしれぬな。怖いのか、死が。本望だ、橘の誇りを示せるのならば。ガキだな。死を誇るな、生きろ、うん、俺は死なない。いや、死ぬな。お前はいつも私の先を行く。どうかな。俺はいつもお前の上を行く。あ、さらばだ。あ、マジで？そういう感じ？伏見城の戦い。小田原は落城、北条氏は降伏し、天下は秀吉の手に落ちた。やがてその秀吉も没し、次の天下を狙い徳川家康が台頭してくる。だが家康の台頭を喜ばない者も多かった。家康は己が命令に従わない上杉を征伐すべく、多くの兵を会津に送り込んだ。その隙を突き、反家康派の諸将が家康の城伏見城を攻撃した。その中に銀千代の姿もあった。立花は一人で十分だ。誰の助けもいらぬ。第3話伏見城の戦い、立花の誇りを。宗茂と一緒に戦うんだろうな。なんかそんな未来しか見えない。これ良さそうじゃない？これとかさ、上限とかあんのかな？これ以上持てませんみたいな、なんかありそうだな。そろそろどうなんやろうか。多分馬は多分あれだよね、全種類持てるよね。ロード早かったな。ここガラシュ、ガラシャ救出戦の場所じゃない。徳川は天下の逆賊、伏見を落とし見せしめとせよ。秀家ね、我らは城門を破る。続け。あ、城攻めね。行け。来るがいい。我ら私兵と化して抗うのみぞ。ゲットアクション。開門。開門。助けに来た者を天守にも入れぬか。あ、評価やろ。よしひろ。鬼島津を怒らせたこと後悔させてやるわ。行くぞ。これぞ寝返りか。全軍オッケー、城に攻めかかれ。島津倒せってやつかと思った。空気が一変したわ。これぞ戦の醍醐味よ。醍醐味よ。敵の上昇は鳥居元忠だ。城に討ち入れ。徳川の本体が迫っているようだ。時間がないぞ。島津に手柄はやらぬ。常に立花が先んじてやろう、敗北条件変更。 OK です。
氷属性か。強氷属性。間に合ったか。間に合ったか。なんか爆弾する。あぶれ。最後まで諦めん。お見事。立花の相手、務まる者はいないのか。OK。鳥居元忠。貴様の中烈な最後。あ、ここで。立花が見届けたぞ。オッケーオッケー。撤収。城に火を放て。容赦ない。元だ。すまん。お主のおかげで時を稼げ。元忠の死を無駄にしてはならぬ。全軍進め。行くぞ。徳川軍か。本体来た。守りを固めろ。あ、そっち？オッケー。敵将、立花が下したぞ。あ、そっちいんのね。バラバラなんだね。オッケーオッケー。清正とまく、あ、そっち正則がいった。もはやこれまでなのか。オッケーだ、任せてくれ。誇りを捨てた者にかける情けはない。覚悟しろ。うせえ、てめえに俺の何がわかるってんだよ。しまった。どなたか援軍を。おげ。逃げんじゃねえからな。なあ。なあなあなあ。進め。清正。よく死に場所を得たわ。お見事。どこだ。立花の力、この程度ではないぞ。もはやこれまでなのか。あ、なおまさか。よしよし、敵将、立花が下したぞ。負けておれん。我が軍も続くぞ。この馬遅いな。なんか遅いな。自分の馬の方が早いんじゃね。だね。助けください。待って、行きます行きます。押されているか。マジか。そう来なくては。お助けください。アセラスだ、アセラスだ。くら、今助けに行きますぞ。秀吉の軍師だった男が
豊臣を滅ぼそうというのか。そのような義理は天下にとって害悪でしかない。秀吉に恩を受けながら家康についたか。見下げたやつ。今徳川とぶつかって勝ち目はない。これが立花。お前も歯向かえば立花という家を壊されるぞ。その覚悟できてるからね。出すぎたか。不覚。お嬢、今日は坊ちゃんと一緒ではないのか。この程度の戦、私一人で十分だ。ガード勝て。浮き。大門。さて、大将首をいただくとするか。邪魔をするな。家康は立花が撃つ。よしょ。目指すは敵本陣。本多忠勝。来たな。流れ通る。守りを固めろ。そこに、そっから来る。オッケー、了解。負ける戦をする必要はない。まず本多忠勝を止め、浮田殿を救うべきか、家康を討ち戦を決するべきか、即断せねば。お見事。とりまやることは一つ。橘の力、この程度ではないぞ。やることは一つだ。接近させないようにします。とりあえず忠勝を倒しに行こう。そのミッションをクリアするとね、経験値入るんで、積極的にやっていかないと。の名にかけて貴様を止めてみせる。音に聞く同節殿の娘のか。お相手いたぞ。ああ、馬が、馬が邪魔。お助けください。待って、マジ押されているか。すぐ来なくては。ちょっと待って、これ島津、待ってよ。あー、ここ戦って勝てえな。の力、よし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 、この程度ではないぞ。 OK。 ちょっと効果みたい。ちょっと待ってね。道具、ちょっとこれ使おう。進め。イエス、どこ。敵将、橘が討ち取った。大した博打好きよ。あ、まだハブあるね、 HP。 徳川勢は侮れぬ。坊ちゃんも無事では済むまいな。はい。簡単には死なぬ。常に奴は私の上を行く。なんか激薬効果あるね。詰めしよう。あ、特にないか。条件満たしてないね。これは、あ、一時的にプレイヤーの速度アップね。早っ。早っ。
どれぐらいの時間なんだろう。一時的って書いてあるからさ、なんか詳しい時間帯書いてほしい。めっちゃ早い。な振る舞い、立花が許さぬ。全ては天下のため。我が身の希望は覚悟の上ぞ。よっ、逃げた。これ当たるんじゃない。よ、お見事。立花の相手、務まる者はいないのか。よし、まだ戦は始まったばかりよ。全軍引け。立花は負けぬ、たとえ一人でもな。 目の前の馬早そうだな。死の覚悟あらば立花が相手になる。わあ、技増えてる。あ、銀杖やっぱ通常攻撃タイプなんだね。うわ、ちょっと待って。あ、靴ついに。おお、あ、移動速度速っ。